で、漫画とかもよちゃんと読んでたり、デスノートの漫画で、要はあるいは単行本のさ、全部あの、できたら、うん、ある程度の仕切りのところで、で、4.5 話みたいな感じであんねん、漫画でよくありますよね、キャラクター説明書みたいな感じの、うん、ちょっとおさらいチックに番外編のもマニア向けのやつとかもちゃんと買ったりとか、相当好きやね、結構好きやったんですよ、デスノート。おー、で、何がいいって、うん、そのデスノートって存在がファンタジーなだけで、お舞台は普通の世界、日常の日常の普通の世界が舞台やから、うん、結構こう入り込みやすいというか、うん、ほんまにこうなるんやろなっていうのをちゃんと書いてくれるの、すごい作者さんが、うん、めっちゃ賢い、頭いい人、ちゃんとリアルの中でやってくれてるけど、で、これあのめっちゃ有名な話なんですけど、うん、デスノートの作者大場つぐみさんっていう人が、女性、これ女性じゃないさ、うん、大場つぐみさんっていう人が、話を書いてる、で、絵は小畑武、で、これ小畑武さんは、うん、光の語とかも書いてるけど、なるほどね、その絵抜群にうまいけど、うん、ちょっとストーリーいまいちやなっていう評価の人やったらしい。おお、なるほどね、なるほど。で、この大場つぐみさんは、うん、絵下手やけど、うん、ストーリー抜群やなっていう。あ、じゃあ、歯があるけど、ネタおもんないなの人と、そうか、ネタおもろいけど、歯がないなの人が、手組んで、むっちゃおもろい、めっちゃ鼻あるネタもおもろいっていうのがデスノートやな。そうなんや。そうで、この大場つぐみさんは、うん、ガモヒロシさん、ほんまはほんまはとか何、デスノート書くときだけ大場つぐみっていう名前だったんだけど、あ、そうなんだ。ガモヒロシさんっていう漫画家の方で、ラッキーマン書いてる人。ラッキーマンって知らんか、ヤッターマンでいい、もうヤッターマンというより、やったのは絵も抜群の人なんで、ラッキーマンっていうね、うまい話面白いけど、ほんまに絵があんまり上手じゃない、はい、で、あんねんの編集者内で、うん、この作者は、うん、この大きい×が書かれた箱の中に、なんか入れられるみたいな、ボツの作品みたいなのが、おなんか大きい×組、大×組で、大×組っていう名前でやってるっていう、へえ、これちょっとあの脇道のお話でした。はよ喋ってやん、デスノート。ごめんね。うん、いいよ。で、テレビ